い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍している方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも NGO、NPO で働かれていて、国内で活動されている鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、皆様はじめまして、鈴木香織と申します。現在は認定 NPO 法人シャプラニール市民による海外協力の会という NGO 団体で、支援者の皆様こう窓口を担当する国内の部署でお仕事をしております。大学では異文化コミュニケーション学を専攻して、国際協力ですとか海外の方に関心を強く持ちながら勉強していました。卒業後は通信系の会社で法人営業を数年担当した後に、国際系の大学院で1年ほど事務職員をしまして、その後縁があってシャプラニールの方に入職することになりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もともと法人営業されてて、そこからシャプラニールに行き着いたっていう部分も含めてちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、とはいえまずですね、海外とか国際協力に鈴木さんがなぜ興味を持ったのかみたいなところからお伺いしたいなと思ってまして、何が一番きっかけだったんですか。きっかけを考えると、もうかれこれ10年以上遡るんですけど、そうなんですね。はい、はい、高校生の時にカナダの方に修学旅行で行く機会がありまして、はい、それが私の中で人生初めての海外、はい、初海外だったんですけれども、うんうんうん、それまで日本という環境しか知らなくて、海外でどのような人たちがいてどのような生活をしているのかっていうのか分からないまま過ごしていたんですが、はい、カナダに行った時に現地の人たちの優しさであったり、カナダの美味しい食べ物とか豊かな自然っていうことに触れることができて、非常に感動して、世界にはこんな素敵な国があるんだと、もっと他の国についてもどんどん知りたいという好奇心が芽生えてきて、それが最初の始まりでした。なるほど、ありがとうございます。ちなみに高校でカナダに修学旅行行くんですね。そうなんです。私の代からはたまたま、はいはい、すごいですね、はい、行かせていただいたと記憶してます。元々はカナダの前はどこだったんですか。カナダの前はちょっと記憶が定かではないんですけど、はい、日本国内の地域、相当お金もらってたからその前からあ、でもカナダ高校生で行けるってすごいですね。そうですね、本当にありがたかったですね。ちなみにどちらに行かれたんですか。カナダはバンクーバーの方に行きました。バンクーバーに行ったんですね、はい、何日間の修学旅行なんですか。5日間ほどだったと思います。ちょっと確証がないんです、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ高校生の時にカナダ行って、海外って楽しいなっていうところを思ったと思うんですけど、はい、実際大学行った後も海外とかって結構行かれてたりしたんですか。カナダに行ったことをきっかけに、うんうん、より一層海外について学びたい、他の国の文化とか言語について学びたいという気持ちが強くなって、大学でそういった専攻を学べるとこはどこかと探していた時に、たまたま異文化コミュニケーション学を専攻できるところを見つけまして、そこを志望して縁があって、そちらで学ぶことができました。なるほど。大学では短期留学が必須のプログラムとして組み込まれていて、ね、私はニュージーランドの方に4ヶ月間行きました。なるほど、ニュージーランドですね。次はニュージーランドは実際どうでした。4ヶ月間は一言では言い表せないぐらい本当に素敵な国で第二の故郷と言いたい。ああ、そうなんですね。自然も豊かで、はい、ありがとうございます。実際その4ヶ月間って一番印象に残った出来事ってあります。一番を選ぶのはなかなか難しいんですけれども語学学校で各国から来た留学生の友人と出会うことができて、うん、学校帰りに一緒に遊びに行ったり、うんうん、観光に行ったりっていうのが印象に残っています。一番を選ぶなら、当時ホームステイだったんですけれども、同い年の韓国出身の女の子が同じ家に暮らしていて、彼女と親友になって一緒にウェリントンという首都の方に旅行に行ったことがすごく楽しかったのを覚えています、はい、なるほど、すごいキラキラしてますね、はい、ちなみに韓国の人と首都の方に行くっていう話だったじゃないですか、はい、そうやって車で行かれたんですか。行きが電車で10時間以上かかった、はい、はい、私がいたのがオークランドという、ああ、そうなんですね、人口最大の都市に、はい、住んでいたんですが、うんうん、オークランドが北の島で、ウェリントンが、まあ、首都で南の島にあるんですね。うんうんうん、じゃあこう南下していったって感じですね。
ただ帰りはさすがに時間がなくて時間だもんね、飛行機で1時間ぐらいだったと思う。いやもう10分の1だったんですね、はい、なるほど。実際韓国の方と旅行するじゃないですか、はい、何が一番楽しかったですか？全てが楽しかったんですけど、こう一緒に食事をしたりとか、はいはい、あとはウェリントンもこうオークランドとは違った魅力があるので、うん、オークランドもこう自然豊かなんですけれども、ウェリントンの方がもう少しこじんまりとしていて、うんうんうん、街の建物とかも美しくて、うんうんうん、その風景を眺めるだけで本当に楽しくてはしゃいでいたのをよく覚えています。そうなんですね。そうなんですね。じゃあニュージーランド終わるじゃないですか。ニュージーランド終わってから他の国にも行かれたんですか？それが大学在学中はニュージーランド以外は行く機会がなくて、うん、そういうことだったんですね、はい、ちなみにもう一点聞きたいんですけど、異文化コミュニケーションって何ですか？なかなかうまく説明できないん、はい、ですけれども、世界にも多種多様な文化、環境、国があって、同じ国の中でも民族だったりエリアによっても多様性があると思うんですけれども、その中でコミュニケーションの仕方、国によっては例えば A という言動が正しいけれども、他の国に行ったらそれはカルチャーショックの対象として受け止められるということもあるので、そういった違いを知るっていうのもありましたし、コミュニケーションのツールとして多言語を学ぶっていうのもあって、英語は必須の第一外国語として、あと英語以外にもう一つ第二外国語として学ぶっていうのができて、私はスペイン語を専攻してました。そうなんですね、はい、なんでスペイン語にしたんですか？いろんな言語に関心があったんですが、はい、話者数を考えた時にスペイン語が分かればスペインもそうですし、中南米の国々の方とコミュニケーションができるなと思って、あと発音が日本語に比較的近いので、あ、そうなんですね、まあ、全然違う発音もありますけど、はい、それで学びやすいかなと、私にもできるかなと思ってすごい調べられてたんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。実際大学にいた時は短期留学っていうところも経て、大学を卒業した後っていうところはどういう進路に進まれるんですか？大学卒業後は通信系の企業で法人営業してまして、3年半ほどここで働いて、具体的には通信系の機器、携帯電話とかそういったものを法人のお客様にご提案するというお仕事をしていました。なるほど。ちなみに通信系の会社に入るっていうところあったじゃないですか、就職活動は海外に関わるような仕事みたいなところであったりだとか、国際協力とかそういったところは目指されなかったんですか？就職活動していた時は、うん、国際協力とか海外に関わるお仕事をしたいという気持ちは非常に強くて、うんうん、そういった軸で就職活動はしていたんですが、ただ国際協力に直接関わるとなると、うん、新卒で働ける団体というのはやはり非常に限られてくるので、うんなかなか難しかったというのはありますね。なるほど。実際どうでした？そこの通信系の会社で法人営業してみて、辛い部分もあると思いますし楽しい部分もあると思うんですけど、はい、一番印象に残っている楽しかったことってあります？印象に残っていることとしては、うん、営業として様々な業種の企業さん訪問させていただいて、うん、いろんな方とお話をするのが好きなので、うん、営業訪問も楽しいと思えることが多くて、あとは職場の方で上司の方とか先輩とかにすごくサポートしていただいたので、仕事しやすかったというのが非常にありますね。辛かったことはありました？新卒で入社した直後はやはり営業という仕事が初めてで、イメージをつかむだけでも大変でしたし、うまく商材について説明できるようになるまで慣れなくて緊張したりとか、いったことはあったかなと思います。そうですよね。なるほど、ありがとうございます。でその後キャリアチェンジをしていくと思うんですけど、何がきっかけでそれはキャリアチェンジしていくような形になるんですか？法人営業のお仕事もやりがいもあったんですが、どうしても国際協力という分野に直接的に関わりたいという思いがずっと消えなくて、そういうところに転職してキャリアをチェンジしたいということで行動に移しましたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次、通信系の会社の後どういう系に行かれたんでしょうか？国際系の大学院で事務職員として1年間ほど勤めまして、そこでは短期研修のプログラムとして各国の政府職員の方を研修生として招聘して、だいたい数日間から数ヶ月間のプログラムをご提供するという、その土地回りの業務を主に担当していました。なるほど、ありがとうございます。じゃあここまでは鈴木さんの国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、大学卒業してどこで働いていたのかっていうところを伺いしたんですけど、次の動画では国際系の大学院で具体的にどういうことをしていたのかっていうところの深掘りをさせていただこうかなと思います。
はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。